さあ、それでは勝者側の、5回戦。ああ、ありがとうございます。この富士山系の美味しい水ってどなたのですか？配信台付近に置いてあったそうですが、配信台付近でプレイされた方、あるいは見てた方、これ見覚えないですかね？さあ始まりました。将軍対将軍対地ね、銀対フォックス。さあ空上のから、おっと、お互いが背中を向けている。さあ振り向いた先に掴んだのはフォックス。ガンマン同士が背中を向け合って、どっちが先に打つかみたいな感じの。さあ下投げ目スマッシュ。フォックス落下速度が非常に速いため、ああいうのが入りやすいですね。さあパーセント完全に5分。タックルした、もっと上強から空上をしていく。さあ下投げしてやっていく。さあ下投げきつく、これは確定している。やはりフォックスの落下速度。さあ今度はフォックスは空前に2段技、ガードが難しい。ウエスまでダメージを稼いでいく。リフレクターで避けている。チリモミ吹っ飛びでしたが、位置が高いので動ける。さあ空中後ろジーズホック、結構長いですね。さあ弱々からオートスカミに手が爆弾爆発で難を逃れる。逆にあれを完全に読んでた人は怖いですね。さあクエ、うまい崖からのジャンプを読んで爆弾を取りながらの空中へ、爆弾のダメージを受けてしまったものの、しっかりと撃墜している。さあ掴みから下の空中の下強を振り、かっこいいコンボ。さあうまいガーキャンガーキン切り、やばいやばいやばい、衝撃。これは耐えられるか、耐えられるか、おっと戻ってきた、かなり危ない状況。さあイリュージョンを繰り返して何とか戻ってくる。さあここまでの展開はティーリンクが有利。もうリンクの吹き飛ばしはざっと一発で決着。さあまず1本目はティーリング、ガーキャン上様が耐えていた。さあ2本目へ参りましょう。ステージは戦場。さあ掴んで前投げ、掴みをもう一度狙いに行くが、ここはフォックスが返していく。さあ掴み、うまい長いフックショットを有効に活用しての着地狩り。さらに掴み、本当にこのキャラの投げが長い、しかもリターンがでかい。さあフォックスに対して一気にリターンを取っていく。下内からさあイリュージョン突き抜けて、ここで回転切り、素晴らしいガーキャン。さあまだ 14% しか持っていないリンク、対する将軍フォックス。このまま負けるわけにはいかない。さあ前からのコンボでダメージを稼いでいく。クエ狙っていくが、さあ下突きで置いている。ブーメランをガードしつつ掴む。さあリンク空上に降りてくるが、そこにはフォックスのクエ。さあここでもう一度クエが来るのを読んで下突き暴れをしているが、それを読んでいる。さあジャックジャックから3段目連打までつないで前投げ。さあ戻れるか、崖奪いを狙いに行くが、太田が上がる。さあ爆発、爆弾で難を逃れる。この爆発時間もね、やはり把握しているのがリンク側の強み。さあ前投げ、クマへ。さあ横強を当てて空後ろ狙いに行く。クマヒット、これはかなり飛ぶ。ここでフォックスイリュージョンを通してしてくる。131%120%、おっと下突き持続ヒットで撃墜はならない。かなり危なかったですね。うまいジャスガからジャンプして空中後ろ張っていく。
さあここでは将軍ホックスがストック先制しましたが 137% 踏み倒して追いつきたいところ。上上上上上上割っていく、ガーキャン回転切り、うまい、素晴らしい判断。上強ガードして即回転切り、さあ空下から空へ、さあブーメランから空前に2段強烈、さあ風に乗って素早い動きのフォックス、さあ後ろ向きでジャンプして振り向いて掴み、これがまたね将軍さんがめっちゃ決めてますね。さあ前投げ、おっと爆弾の爆発に笛を重ねている、さあ掴んで前投げ、さあパーセントはかなり有利、5倍近い差がついていますが、しかし分かりません、リンクですからね、あの強烈な吹っ飛ばしでまだまだ逆転も可能です。さあ上投げ、さあ93%、そして 58%、さあ横強、端っこで横強が当たるだけでもかなり危ない、さあ爆弾の人、これはもう分からないぞ、おーっと上京にガキャメ様合わせて、素晴らしい、上京に対してのガキャメ様いい反応している、リプレイお願いします。いやー今のはねフォックス的にも植木を当てれば倒せるシーンだったので当てたいところでしたが、植木を一発にすぐに反応して上様を返してきたのは、今のは T リンクがかなりうまかったですね。あのパーセントで上様で撃墜、いやー怖いキャラです。さあステージは続いて戦場、さあ進んでいくで進んでいく、後ろ投げ一気にダメージを稼いでいく、あ、了解、さあ爆弾を持って回転切り、これはおや怪しい、わーっと惜しい、今のはおそらくリンク下突きを狙いに行きましたね、なのでこのパーセントから倒せれば相当惜しい、下突きちゃんと突きを出さないように、前から狙っていく、さあ爆発からクリアを狙っていきたいが、投げ、爆弾が爆発する、やばいぞ、自爆でやられそう、さあ掴み、爆弾が爆発、よーさしー、寝言やばいこれはおお受け身が素晴らしい、さあトックスイリュージョンできつい、非常に珍しい、まあ220%くらいで待ってましたからね、さあクエクエ、さらにクエ、痛い痛い、いやいや 62%、 いやー完全にスマブラデラックスしましたね。さあ横行ヒット、そこでイリュージョンつかみに合わせている、さあ今のクエヌ切りもみだったので今受け身は取れませんでしたが場外に逃れていたので大丈夫、さあ今ウエスマが見えましたが、ファイティングリー、これは反対側なら撃墜してましたが、さあクーマ2段置いていく、おっとイリュージョン引き逃げ、さあうまい着地硬直なし、そのまま上京で動こうとしたフォックスを刺して撃墜、さあ前投げからブラストを狙っていく、クエヌ弾く、さあこれはさあ前投げ、さあ下投げ爆弾ウエスマー、うまいと思いきや3段目が足らない、前投げ、さあ出ました空後ろから DA 下突き、さあパーセントが怪しくなってきた、これはおっと避けている、さあ帰れるか、戻ってきて崖前しっかりがいい、後ろ投げから
さあ横スマを狙っていく。当たれば撃墜。ガーケマスマ、これはおお危ない。変更ミス、あーやばくやった。3連勝、勝ったのはTリンク。いやー、この強烈な吹っ飛ばし能力、